ましたね。で、どうせあの緑色は俺のこと、俺からスター奪おうとしてるんですよね。ってことで、ポンポンっていう。あ、そっか、でもさ、先にさ、コイン、あ、そっか、でも今、あの、コインを奪ってなんか得しそうなやつで、誰一人としていないんだよな。先にそっか、3マス進めはなんとかにあるっていうことであれば、なんとかにある？うーわー、そっちに行くのかよ。ってことは20マス進んだあのバカ、あ、違う、あのバカたり今こっちにいるんだった。俺からスターを奪おうとしてるんだよね。よし、じゃあ、てーとことで、ことことことで、おーわーわーわー、2分の1のお前の運勢かけてみる、ドッカーン。こっちに来ると、じゃあどうなるんだ？まあ、どうでもいいんだけどさ。で、とりあえず、これで、コインを、ルイージからパクります。で、軍資金を貯めます。違う。軍資金を貯めておいて、で、何かっていうと、あれを確実なものにしていきたいんですね。もうなんかやる気出すよ。俺の時だけみんなやる気ないの。俺、みんなっていうか、テレサ1匹なのか何匹いるのか知らないけど、みんなやる気ないの。19コイン。ああ、万歳万歳って、相変わらず20コインいかないと。だから多分、このくらいのコインを持っているタイミングだと、なんだっけ、あれなんだろうな。きっと。19コインがマックスっていうところなんだろうな。で、80コインをマックスとしといて、ドンキーから、奪って、わあ、ギリギリ1位か、それでも。だから2枚くらい奪ってきてくれてもいいんだけどね。50個も払ってんだぜ、本当に。ね。本来だったらさ、2枚って 2枚の移動があるのに40枚で済むところをさ、10コイン多めに手数料として払ってんだからね。ありがとう、大分40コインそうなんですよ。神様はみんな俺のことしか見てないんだからありがとうね。本当に。ということで、今から一番近いのはピッチピチなんだけど、まあ、カボチャパンツ野郎はせいぜいね、コインを頑張って3コインずつしっかりと貯めてってくださいって、そういうオチでございますよ。でもこれ70コイン持ったってことは、そっか、また、そうしてまた俺一人か、いじめられてんじゃん。ヒヤヒヤ。もう、このウェーブはさ、倒せないんだって、こいつらを。一生倒せないんだよ、こいつら。マジで。辛すぎるんだわ。おーし、行くぜ。いい、じゃあ、早速、ドゥー！くらえ！くらえ！おら、中に向かってくんじゃねえよ。あれ、この中、ちょ、おら、こんな良かったっけ、コンピューター。ほい。俺、こっち向かって言うて、オッケー。あ、さよなら！なんか、あれ？あ、難しいな、のこのやめたら？よっしゃ、俺の勝ちって、待って、よくよく考えたらさ、あの満点さ、真ん中にさ、穴がぽっかりポコンって開いてるんだけどさ、あれもしかしてさ、火山噴火5秒前みたいな、そんなところになってるのかな？だとしたらやばいね。あ、いつの間にかラストボタンだ。え？ってことは、1位、私が1位です。大方優勝はこの方、ビリブン。いや、無理。かぼちゃパンツじゃ無理だから。おい、10コインなんか差し上げんな、俺からも10コインパクってんのに、なんてやろうだ、本当にもう。そういうのは絶対に勘も良くないと思いますよ、マジで。ということで、ちょ、向こう側に行こうとしているやつがいる。壁の向こう側、橋の向こう側。でも、こうなったら、ここまで来たら、なんか、ルイージ、あ、でもな、コインを奪われるのも尺だからな。ということで、逆さキノコをしましょう。これ、ちなみに、逆さキノコでさ、自分やってさ、誰だっけ、テレサ行くってこともできるのかな。前、でも、とりあえず、ルイージ、こっちに向かってくることだけは拒否しましょうということなので、はい、逆さキノコの呪いで、150くらい出して、戻ってください。こうなった時に、どこに行くのが正解なんだったっけ？吹き飛ばす箇所が左下だったらもう飛ばされましょう。あ、まっすぐ。あ、でもまっすぐと飛ばされる方がいいか。ということで飛ばされちゃいましょう。もうさよならですね。あー、飛ばされるよ。どうしよう。飛ばされちゃう。やめて。飛ばされたくないよ。はい、ケロマミねー。そういうプレイが好きな人とかっているんだよ。なんかシミケンとかってなんかすごい臭い匂いが好きなんで、臭い匂いというか、まあなんかおい、残念でしたね。カボチャパンツにはあげるようなお年玉1円もございませんよ。なんか脇が好きみたいなね。てか脇がって果たしてどうなのっていうのあんまりよく分かってない。脇がの匂いって一体何なんだろうね。あ、なんならハテナマークこっち来てもよかったのにね。まあ残り4ターンだったら多分俺コインを奪われるくらいのところに来るんだろうな。落っこちパラスル。あ、なるほどね。 A ボタンを押したりで、パラスルを刺したりするやつだよね。刺したり閉じたりして、ってことは、あと穴という穴にね、刺したり、ハンマーブロス、ハンマーにと少しの間コインや、あ、また間違えた、コイン袋が取れなくなっちゃうんでご注意くださいということで、ちゃっちゃかちゃ。これって威力じゃないや、難易度によっていろいろ変わってきたりするのかなということで、コインがヒュー、おー、ちょ、あー、ちょ、取れないって、おー、あー、取られた、ちょ、待って、なんかどう、あー、わー、まあ、なんかすごい下手なんだけど、
これむずいな。で待って待って、すぐちょっと待って、なんか20コイン取ってるやつがいる。おっきょきょきょ、うそうそうそう、ギリギリで、ギリ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 チョップ。うわ13コインか。ちょっと待って、37。さすが一国のお姫様でございますね。こいつらハンマー、じゃあこいつハンマーブロス、ギブミーハンマーを買収してやがったぞ。うわ、一気に金持ち貴族になりやがった。そして一気に弟が惨めな思いをしている。ザマーミサラセ、俺のコインを奪おうとするからそういうことになるんですよ。よくないよくない。アイテムも全然あれだもん、溜まってこないもんね。勉強は好きか、いいえ、キーマン持ってるだけのキーマン。まあ使いどころのないキーマンを持って頑張ってくださいってところってね、どこで使うんだろうね。頑張ってねゴリラ。まあでも所詮哺乳類だから使うことっていうね、あのことがもう、ああギリギリだ。5コインを募金いたしましょう。募金募金。で、このターンはとりあえずテレサはまだ防ぐことができるから、なんとかギリギリね、チョップなんだけど、とりあえず100コインまで貯めていけば、結局残りのコインがどうなろうが、あれですわ、スター、コインスターのザーサー、お前大きい数出すな。まあ、スターコイン、コインスターか。のザーをね、守ることができきれば、問題ないっていう話なんで、もう、ハテナが3つもあるんだったら、それを選ばしてほしかったな。そして、マリオか、なかなかレベルが高いじゃないですか。よし、じゃあ集中して。マリオ、チャル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 。ちょっとね、集中。W の次ですね。あ、今です。ほいほいほい。今です。OK。今です。今です。オッケー。あーとはアトランダムなんか細い目。レーシックに失敗しましたみたいな。でも俺が圧勝ですね。とかみんなあとシーブ。特に左下どうなってんの？なんかドンキーと融合した顔みたいになっちゃってるけど。ありがとうございました。じゃじゃんじゃじゃんじゃん。104コイン。まあ、100コイン超えて、23コインとか奪われようが、もういいわっていうところに、ここまで追いつけるよね。うーわ、こいつ容赦なく捨てやがるぞ。なんてもう、なんて遠慮のないやつなんだ。でもどうせお前、クッパマス踏んで、ほんでこっち来んのかい。お前こっち来たらどうせあれだろ？また俺からコインでも奪う気だろ？あ、そっか、でも、ルイージが結構まずいな。ルイージあれ取れそうだな。あと2コインだったらスター奪えちゃうもんな。あーどうしよっかな。104コインだろ。いや、ここはスパキノかな。アイテム袋でなんかさ、いろいろ手に入ったとしてもさ、あんまり結局意味がないような気もしてくるし、よし次のターンは1を出しても大丈夫なようにスパキノ使おうって言ってこいつが、よし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 。じゃあこれなら大丈夫ですね。アイテムを買う。何を買う。何買った。うわ、スプリボックスがやばいやばい。このターン絶対使わないと俺に使われる前に。あ、そうだ。いっそのことさ、みんなでコイン渡しっていうのはどう？そしたらルイージーがさ、コインを渡して、で、あれですよ。俺じゃなくて、俺がスターを奪われる心配なの。あな？うん。そうじゃない。そうじゃないの。まあまあいいけどさ、結局ようになってんじゃん。あれ？どうした？どうした？ピーチ。お姫様でさっき37コインも稼いだの。で、30コイン散財してるってことでしょ？ 2。うーわ、ここで50コインになりやがった。やばい。どうにかしないと。これはどうにかしないといけない。なのに、俺、確か今弟と組んだよな。マジかよ。ここで50コイン集めてんのかよ。まあ50コインも集めてるんだったら仕方がないよな。もうそうなったら仕方がない。よし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 。ちゃっちゃら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 ちょっと待って、上手くないか。ピーチだかゴリラだかわかんないけど、めちゃくちゃ上手いぞ。おら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 。ちょっとシューティングゲームで負けるわけにはいかない。シューティングゲームで負けたくはないな。ちゃっちゃかちゃっ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 ちゃ。でも負けてる。ちょっと弟しっかりせえ。お前兄貴に負けてるからってちょっとさ、そんなさ、うつむき加減でそんなゲームに参加されたら困るんですけど、やばい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 、ちょ、え、こんな差出る、マジか、弟やる気出せよ。でもな、こういうね、解析班みたいなのがいてね、63発中ね、俺が20発で、ルイージが43発でしたみたいなこととかをね、しっかりと分析してくるやつとかがいたりするんですよ。で、次のターン、ルイージはしっかりと2を出していただいて、しっかり2を出して、マイナス4コイン、おー、あ、じゃマイナス6コインだ。お前、ほんまにかわいそう。ほんまに、今、1個あれば十分なのはわかるけど、じゃあ、押してくれてもよかったのに、じゃあ、戻ります。で、
ここで、位置をしっかり出さないように、まあ、位置を出しても大丈夫ね。111で、じゃじゃじゃーん、30コインプレゼン2にしても OK だから、はい、こっちでぽよーんって3、お、危な、危ないけど、危なくはない。とか、マジでしょぼい数字しか出ねえ。ふざけんじゃないよ、20以上出せなかったらスーパーキノコ買った意味がないんですよ、スーパーキノコカップ。コイン、さあ、さあ、受け取りましょう。どうせ1個奪われるんだから。あらかーでー、よっしゃー。で、次どこに行く？このまま、歩数の先にいてくれるとすごく嬉しいんだけど、うーわ、マジかよ。ドンキーじゃねーかよ。ドンキー2個目か。これってことはドンキーからパクるのがいいんじゃないですか、弟くんよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。マップ10で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、じゃあ、結局上に行くのが正解って感じだな。本物のスイッチは、赤。打たないのね。はい、じゃあさよなら。てか、これさ、普通にハプニングマスも俺なんじゃねえか？ニュルン。ちゃ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 。残念でした。6コインだけは差し上げましょう。そして横取りボックスでキーマンをパクるという気もない。2を出したまえよ。どうせ俺からスターパクる気なんだろ？ですよね。これドンキーから取る男気よ。もうなんか俺いじめられてしかないよね、本当にマジで。これどうしよっかな。これ勝てんのかな。まあ、勝てるか。一応今のところミニゲームスターもコインスターもハプニングスターも多分俺が取ってるはずなんだよね。で、このままドンキーが2個になったとしても、うーわー、なんか取ってきやがった。決闘手袋。おいおいおい、どうする気だ？俺と決闘する気だろうって4コインかけるんだろ、4コイン。いいだろう、4コインかけて勝負しよう。あーった！全部雪玉ゴロゴロ。全部雪玉ゴロゴロにしよう。ゴロ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 、ほんと嫌になるぞっと。さあ、ゴロ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 やりましょうか。2月に発売した FF7R リバース、リバースか、やりたいなと思いつつも、よいしょ、ちょ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 、あばば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 、大きいのを作ってピーチを頑張った。チャ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 。オッケー。さあ、いじめいじめていじめていじめてバイバイ。なんでドンキーあれ真下に落としたんだろう。てか、このさ、山さ、よく見たらさ、雪景色だから分かりにくいけどさ、さっきウェーブウェーブやったところに似てない？あ、似てないな。うん、オッケー。じゃ、そのまま、ラストターンに、じゃねえよ。もう、あと2ターンかな？じゃ、ラストターンだったわ。あ、終わりかも。早っ！あれ？そっか、ドンキー帰ってきてたんだわ、そういえば。ってことは、ラストターン何も起こらずに面白くないまま終わっちゃうって。うわ、無駄に10マス進んで、しかも、ここ、やばくないか、これ。ちょっと待って、俺、ここ今、望んでないんだけど、全然。嘘だ。嘘だ。チャンスタイム！みんなのスターを私に献上っていうのはどうでしょう？とりあえずチャンスタイムで、ブロック叩いて、何を渡すか。うわ、何を渡すか。コイン、コイン、コイン、コイン。コインでいい。コイン全額ね。はい、コイン全額です。誰に？ちょっと待ってね。ドンキー！やばい！知っておくなー！マジかよ！コインスター一気に逆転じゃねえか！やっちまったー！えぐいことが起こったぞ。マジか。どうなる？いや、多分余裕だと思うんだけど、スターが3と2。もういいって。もう誰も望んでないんだって。なんたるしょぼい。え、これあれだっけ、勝ったらなんかルーレットで決まるんだっけ。じゃあな、かけコイン決めるんでしょ、どうせ。もう、しかも3コインって、なんなら全額かけら、なんちゅうしょぼい勝負してんだよって、どっちが勝ってんの。しかも負けてんじゃねえか。何やってんだよ、マジかよ。あー、マジか。最後の最後でやらかしたな。で、しかも、かけコインがないのにやろうとしてるって。うーわー、これでもしドンキーがミニゲームスターだったら終わるんだよな。キラーで狙い。うわ、これか。え、回りながらなんか発射するやつじゃなかったっけ。あ、違ったっけ。あ、違うわ。飛行機で飛ぶやつか。うわ、なんかこの間久々にやったらさ、くっそボロボロで下手くそだったんだけど。弾発射。弾発射。あれ、ちょっと待って。弾発射ですね。オッケー。そう、これしかもね、どっちに飛んでいくかっていうのが、いまいちよくわかってないんだよね。ドンキーをしばく。ドンキー。ドンキーさえ勝たさなかったら OK だから、
よし、オッケー、オッケー、違う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 。ドンキー、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 ドンキーをやりたい。ドンキーやりたいの、ドンキーやりたいの。いやいや、ぶつかってる、ぶつかってる。よし、よし、よし。よし、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 あ、なるほど、撃たれた。なぜか撃たれた。ピチ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 。ピチ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 。うわ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 。いけろ。ドンキー、ドンキーくらい。ドンキーくらい、ドンキーくらい。ドンキー、よし。あら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 、ドンキー食らってねえし。オッケー、一発目を二枚した。二発目のスターマインです。さあ、いけ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 哺乳類だけには勝たすな。残り5秒、4秒。あ、何食らってんのバカか。トゥモー、勝者などいない、みんな優勝なんだ。よし、コインが動かなければそれで OK だ。うわー、なんとかなるかな。これ頼むぜ。とにかくボーナススターを2個以上ゲットできたらもう俺の勝ちなんですよ。2個以上ゲットできた時点で。1個だったら、ドンキーがミニゲームスター確実だから、もうこれでアウトなんですよ。だから、ミニゲームとハプニング、これを俺が取らないとダメ。ただ、1個怖いのが、ピーチが途中で37コインをボコッと獲得してる瞬間があるんですよね。で、それで終わってんだよな。で、ほんともう、こいつマジで、イカレスターだよ。よし、これでコインスターは、お前はタナボタなんで、お前の努力何にもしてねえかんな、ただの運だかんな、マジ。うっそだろー、ドッキーマリオ、うわー、最後にやら、出した。そんなきついことある、またやり直しかよ。はぁ、本当に皆さんごめんなさい。また、いつこの収録を撮れるかっていうのは、わからないです。はい。いや、これは神回だな。ラスト1ターンで全てが覆った。ほんで、見て、ミニゲームのさ、この集めた数の差よ。うわー、こんなことある？ドンキー、そんな踏んでたか。そっか。ラスト2ターンあたりでなんかポコッと踏んでたよな。マジかー。これは。いや、チャンスもらうよ。チャンスはもらうけど。もう今日はいいっす。はい。大どんでん返し食らって。もう、本当にコロだっけ、お前の顔が腹立つわ。いやー、お疲れでしたっていう方はぜひですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してくれたら本当に嬉しいです。ということで、また次回のパートでお会いいたしましょう。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。